美しい紅葉の向こうに赤い門が見えてきました。大勢の観光客が並んでいます。ここが平等院です。平等院は京都府宇治市にある藤原氏ゆかりの寺院です。平安時代後期、11世紀の建築、仏像、絵画、庭園などを今日に伝え、古都京都の文化財として世界遺産に登録されています。三号を旭山と称し、本尊は阿弥陀如来、回帰は藤原の寄り道、開山は妙尊です。宇治の地は源氏物語の宇治十条の舞台であり、平安時代初期から貴族の別荘が営まれていました。現在の平等院が建つこの地は、もともと9世紀末、光源氏のモデルとも言われる左大臣源亨が営んだ別荘でした。それが宇多天皇の手に渡り、天皇の孫である源重信を経て、時の権力者藤原道長の別荘宇治殿となったものです。その後、道長の子頼通によって寺院に改められ、今日の平等院となりました。古の貴族たちの栄華を思わせる美しい庭園が見る者の心を奪います。本当に大勢の観光客が訪れていますね。十円玉の表の絵柄として描かれているのは、この平等院鳳凰堂です。鳳凰堂の屋根の上に飾られている鳳凰は、一万円札にデザインされています。玉砂利を踏みしめる時の心地よい音を楽しみながら、平等院の庭園をさらに歩いてみます。やって歩いたら、庭園のさまざまな方向から鳳凰堂の姿を楽しむことができます。平安文化の象徴ともいえるその美しさは、日本人だけではなく海外から来られた観光客をも魅了しています。池に映る鳳凰堂を眺めるのもまた一興です。平等院の敷地内にある宝生館は、当時の貴重な資料や美術品を保管展示している博物館です。しかし中は撮影禁止となっていますので、カメラはここまで。平安時代の貴族が建立した寺院が、建物、仏像、壁画、庭園まで含めて残っているという点で、平等院は
唯一の史跡です。ただその平等院でさえ建武3年西暦1336年の楠木正成と足利氏との戦をはじめ度重なる災害に見舞われて道東は廃絶し、鳳凰堂のみが奇跡的に存続しているのです。しかしその佇まいはあくまでそのような苦難など感じさせない、華やかで美しいものなのです。は参道に出てきました。参道にはさまざまな店が立ち並び、人々でにぎわっています。どんなものが売られているのか少し覗いてみましょう。やはり京都宇治茶にちなんだお茶を使用した食材やお菓子が多いようですね。表参道を抜けました。振り返るとそこにはとても大きな鳥居があります。一の鳥居といって、ここから表参道が始まるわけです。さらに歩いてみます。宇治川のほとりに鎮座まします紫式部の像。彼女もこの川のせせらぎを聞いていたのでしょうか。風情のあるデザインの宇治橋です。早速この橋を渡ってみます。今でも多くの人がこの橋の上から宇治川を眺めています。川のせせらぎが遥かな昔へいざなってくれるような気がします。
京阪宇治駅が見えてきました。宇治川をめぐる今回のウォーキングコースはここまでです。歴史あるこの地には今も多くの人々が日々の営みを積み重ねています。ありがとうございました。